奏でよ、静舌にな。土佐の長宗我部家の援軍です。これで毛利家と対することができます。いかがした？いえ、ただ嫌な香りがする。元親殿、遠路かたじけない。どうということはない。光秀、あんたの頼みだ。来てくれると信じていました。どうした光秀。どうということはない。足が後ろに濡れるだけだ。時代にとどまらんとする者は生かすも無かと、全てを壊し尽くせ。あれが噂の新型軍船って感心してても勝てないか。守りを固めろ。我らは毛利軍の前線部隊を崩します。さて、始めるか。最下衆の力を見せてやれ。攻撃開始。こりゃ、身の戦になるわ。わしは身となれ。信長様、わしは兵糧を確保してまいります。下がれ。秀吉殿は早くも引かれました。あの鉄線は化け物だ。降伏するから助けてくれ。降伏してくれましたが、無駄な血を流さずに済む。甘いな。だが甘いがゆえに光秀が生きる意味がある。あんたは秀吉という男のように逃げないか。私は信長様のなさることが正しいと信じています。ならば俺が見届ける。信長の意志と光秀の覚悟を。
ここまで来りゃ安心だ。世話になりやした。今々しきはかのごとき者、行きたくば何故あらがわぬ。カズノス、ことごとく討ち取れ。行くぞ、討ち死に。信長様、それはあまりに無ごとい。これが己が世界を気づかんとする者の覚悟。上等。信長は清潔な意志で時代を突き動かそうとしている。ならば俺も答えよう。まずは最下衆を始末する。橋を架けろ。信長許さねえ。必ず償わせてやる。好ましくない戦況だ。私も出ないわけにはいくまい。橋を架けろ。毛利機関を潰せ。抗う者は鍋切りにせよ。橋を架けろ。信長様をお守りせれば。行くぞ。混沌の渦に沈め。信長様はライダ守ります。あの小僧に勝てる敵とは思えんな。俺がやろう。全問正解。攻撃開始。この上は信長公を討ち取るほか勝つ手立てはない。橋を架けろ。守りを固めろ。足りぬ、まだ足りぬぞ。毛利を根絶やしにせよ。やれやれ、信長公の際は歴史上類を見ないものだよ。あれぞ英雄だが、一個の英雄が気づくよは儚いものだ。やはり私は従うわけにはいかないよ。影すらなくした。信長の清潔な意志は俺の魂に響いている。苛烈に生きる人は世に一人。信長様だけいればいい。皆は信長様のもとで安寧を求めればいいのです。それでは時代に先駆け倒れた者たちが浮かばれん。あの人がどんな人か分かるはずもない。感じた。激しく。きっとあの人も気に入るわ、あなたのこと。まだ終わらぬぞ。ウヌの手で毛利元就をほふれ。進め。Thank you.
正直に言うよ。君は天下を取る器じゃない。残念だが、信長公に従い続けて生かされる道もない。だから貴様に従えと言うなら無駄だ。俺は俺であり続けることをやめる気はない。死より逃れられる者の無視ゆえに死を恐れ先を急がねばならぬ。異常な乱世抗い尽くすまでだ。元親光秀の活躍。剣心の策にはまり多くの兵を失ってしまうとは。上杉勢の水攻めで柴田殿が孤立している。してやられたな信長。この劣勢どう抗う。砦を奪い堰を破砕せよ。堤防を壊し水位を下げる気か。思い切った判断だ。進め。天兵として参った。進め。砦では私が守ります。元親殿は救援を。謙信公の読み通りだ。ここで柴田と援軍を叩く。開門進め。家老のわしがよそ者の手を借りるとはな。考えが古い。時代の先へ行く信長の家臣とは思えん。先に進むのは大手の海で十分よ。進化は主を支え後ろに控えるのが役に立つ。激しく地獄の豪華で分身をもてなす。そう。攻撃開始。私のいる砦にも火の手が。静観している上杉軍を挑発し同時に光秀の意志まで煽っている。壮絶だな。まさに固く、これぞ乱世。ならば開門進め。
長様はどうしてこのようなことを。この炎はお前の意志をも焦がしている。感じろ光秀。ただ前にいる敵のみを倒せ。こりゃ地獄じゃわ。普通なしじゃろ。信長様、わしは毛利の動向を探ってきます。探れ。自分の魂が叫ぶままに動く。それが秀吉か。光秀、お前の魂は何を求める。戦場の空気を乱せし者、剣心が逃走の前に消えよ。開門、行くぞ。信長に抗う者を全て絶やせ。進め。やせろ。信長はただ時代を見据えている。新しき時代のためならば手段は選ばんのだ。いっそ命、時代を操る。激しく、その思い上がり神に問われて下し、やせろ。敵将アゲスらなくした燃え尽きる。アゲスク、大義。魔王の称賛は滅びの旋律。上杉が引いた今、次の狙いは我が取り亡き島か。まさか元地下だ。そんなはずは。上等。俺たちは信長の先を行けばいい。違うか。今日の戦場は最高の舞台だった。ではなかった。信長様を信じ戦い抜けば、そこに戦なき地平があると。だからこそ苛烈な戦を戦ってきた。しかし、ここに何のために来た。何のため。信長に従う気ならここにはおらぬはず。お前は俺に何を決めてもらいたがっている。何を。お前が踏みにじってきた一切の事物がお前になせと言っている。何を。お前が真に望むこと。それはどうということはない。手が血潮に濡れるだけだ。上等。敵は本能寺にあり。私にはこの道しか。迷うな。声すらなくした者たちの魂に応えよ。光秀。光秀か。ぜひものし。
下がれ。二手に分かれよう。俺は東から本堂を目指す。敵は一人として逃がすな。進め、誠実に。これも戦なき地平を見るため。開門。平門。信長が呼んでいる。開門。人が皆生を極限まで生きねばならぬのなら、それはあまりに酷です。酷だろうが、生き残った者は歩まねばならぬ。上等。光秀と合流し、他の道から進むまでだ。かかれ。父上をお守りせよ。逆賊明智光秀を撃て。守りを固めろ。やむを得ばい、退却だ。信長はお前が全力で挑んでくるのを待っている。俺はお前を見捨てない。だからお前も誠実に進め。開門。正門は通れん。他の道から本堂へ抜ける。いいな。火の手が、味方の兵が炎に巻き込まれています。構うな。お前の望む未来、この炎の先にある。走れ光秀。信長はお前が追いつくのを待っている。進め。あの人の言っていた時代の動く夜。行きなさい。あの人楽しませてあげて。行こう、光秀。信長は俺たちを待っている。開門。行くぞ。進め。ここまでよ。引け。信長様、やはり私には。光秀、超えるんだ。信長を強勢よ。
光秀、元近、うぬらの手で時を進めよ。この信長が滅べばまた世が動く。あとは第六天より楽しもうぞ。信長様、信長様、俺たちにとどまることは許されぬ。戦うんだ光秀。今日の戦場は最高の舞台だった。わしは信長様を殺したお前を許せる。みな、敵本陣に攻め入れ、光秀を討ち取るんじゃ。信長様のいないよう、私はどう生きればよいのか。絶望上等。この時代に生きる者皆絶望している。そして一つ教えておく。絶望しても明日は来る。激しく。だから絶望した上で精一杯明日を生きる。激しく。やるわ。じゃがまだまだこっからじゃねえ。行くぞ。戦況は覆らぬか光秀。例の策で行くぞ。俺が敵を本陣から引き離す。お前は先に行け。信長様の夢、わしが形にしてみせるぞ。高所よりいかけ敵を殲滅する。太平がためついえよ。絶望を振り払うには仲間と共に戦い続けるしかないのか。そうだ光秀、俺たちに戻ることは許されない。進め。天王山を落とす。俺の光秀に送る最大の援護。天王山は取った。光秀、今行くぞ。任せたぞ光秀。お前の魂見せてやれ。
まった。みんな急ぎ本陣へ戻れ。進め、行くぞ。うちの人の邪魔はさせないよ。マサナリ、仕掛けるぞ。光秀の首を取る。行くぞ。わしの天下が一等おもろかったろうに。ま、光秀の天下は優しい天下になるじゃろう。それもええかもしれんな。討ち死に。秀吉、貴様の魂俺たちが引き継いでやる。散っていった者のために我らは進むしかない。影すら失いし叫び、聞こえるか。信長様と秀吉殿の無念、この家康が晴らすぞ。敵の勢いは凄まじい。だがここは勝つしかない。そうだ光秀、俺たちは信長と秀吉の意志を飲み、前に進み、誠実に敵を打ち果たすのみ。今より火星つかまつる。川に浮かぶものは触れれば破裂する宝禄以下だ。川辺の詰め所を落とせば防ぐことができる。落とし前はつけてな。よしよ、手が当たれたんや。わしは自分を取り出せる。激しく光秀とて同じこと。やつは今後悔し進めすぎる。そんな男に未来は託せぬ。身が地獄へ連れて参る。信長は俺たちに教えてくれた。時代を維持したいのならば突き進め、とどまるな。最下旬、悪党どもを蜂の巣にしてやれ。行くぞ。よう揺るがした光秀との戦、誰にも譲れないね。天下の大罪人は伊奈が成敗いたします。ダチの穴取らせてもらうぜ光秀。開門。光秀の心に生まれた意志、誰にも詰ませぬ。
決勝逆賊光秀につくものか何であろうと成敗します激しく天下を無法に回しての攻撃策はかぶいてるね今は私の負けいずれ再戦願いますあんたも一角の戦にもねえわ影となりて敵を撃つ開門姿を消して光秀を狙うか左遷秀吉は俺たちに教えてくれた人の意志を飲み食らったからには覚悟を決めろと進めこの戦場は私に対する怒りで満ち溢れている怒りや悲しみも飲めそして前へ進め光秀生きてこそ誇りは守られるごめんするのは明智光秀徳川四天王を討ちそれを証明してみせよう残るは家康のみ家康は俺たちに教えてくれた重き荷を背負うことが死者に対する弔いであると。戦には勝利しました。ですが元近と私は悩め光秀。乱世に散った魂の分まで過酷に生きろ。お前にはその義務があり価値がある。安心しろ。そのどでかいに俺も共に背負う。影すら失いし叫び聞こえるか。民の苦しむ声もない。私は私の望む世界を築き上げた。だ私が信長様を消し去ったという罪を俺がいなければよかったと。お望みとあらば消えるとしよう。青すぎるよ。元近だろ甘すぎるな。甘いお前の天下を俺が支える。俺はこの手を離さない。